今度スペちゃんとニンジンスイーツの食べ放題に行くんだ。いっぱい食べるぞ。どうもロチン TV です。本日はですね、ウマ娘プリティダービー、こちらの実況動画をやっていきたいと思います。でまずはですね、新ガチャ来ましたね。今回はまずこの新ガチャ軽くレビューした後に、ガチャの方を引いていきたいと思います。でまずは育成ウマ娘の方なんですけども、ミホのブルボン、こちらが実装されています。で注目の固有スキルなんですけども、こちらとなります。最終直線まで自ら崩れることなく前の方にいると速度が上がるというものとなっています。でこれなんですけども、まあ、条件が自ら崩れることなく前の方にいるとという感じなんで、まあ、発動条件が結構気になるところですね。前の方にいるとはいいとして、自ら崩れることなくっていう感じなんで、まあ賢さとか上げて、その係とかにならないような育成をすると発動しやすくなるのかなとかね、そんな感じには思いました。であとはですね、速度が上がるというところなんですけども、これはまあウマ娘のスキルでいろいろあるんですけども、わずかに上がるとかなんかね、形容詞がいろいろあるんですけども、速度が上がるという面においては、鈴鹿先輩のスキルに関しても速度が上がるというね、同じ表記なんで、まあ、この2ゲーマーとして対比されるのがサイレンス鈴鹿だとすると、その速度が上がるという部分は同じとなります。なんでやっぱり発動条件が大事になってきて、まあ、それはですね、今回ガチャで当てた後すぐに育成してちょっとね、検証していきたいと思います。なんでチャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録をして次の動画も見てみてください。はい、そして他のスキルはね、雨の日、先駆け、前途洋々ですね。で前途洋々は中距離のスタミナ回復スキルで、先駆けとかも逃げの専用スキルですね。であとはね、このウマ娘の育成の方のカードを見るときは、この得意練習というかね、この成長率、これも大事になってきます。で今回ミホのブルボンはこちらスタミナが 20%、 そしてパワーが 10% もられます。なんでまあスタミナデッキとかにして、まあ継承因子をまあスピード因子とかにして、そういうデッキで育成していくと、まあスタミナ伸びやすくてっていう感じにはなりますね。あとパワーも 10% あるんで、パワーデッキもね、まあまあいいかもしれません。はい、ということで、ね、早速ガチャの方引いていきたいと思います。早めに当たってくれたらすぐ育成して動画を出したい。うお、お願いします。マジここで動画終わって俺育成いくかもしれない。ほい、よし、マジ、ほい、これピックアップ、ピックアップ仕事して、さあ、うわあなたに従います。ファーストミッション一発目出た。かっけえな。しかもこれ固有なのかな。マジか、当たりました、ありがとうございます。はい、ということでね、すぐに育成して、動画出したいと思いますんで、よかったらねチャンネル登録の方よろしくお願いします。いやーマジか、熱すぎた。もう育成します。はい、ということでね、ホッチン TV でした。次の動画でまたお会いしましょう。それでは、またな、バイバイ。